スター・オブ・ライフ・スイスのアスクレピオスの杖スター・オブ・ライフはアスクレピオスの杖を中心に青い6本の柱が突出したデザインのマーク。もともとはアメリカ合衆国運輸省幹線道路交通安全局により赤十字との類似を避けて1973年にデザインされたマークで人命救助に関わる職場で活躍する人々の守り神としてアメリカを中心とした世界中で 救急医療のシンボルマークになっている。日本を含む世界各国で救急車の車体にこのマークが描かれていることもしばしば見られる。突出した6本の柱にはそれぞれ次のような意味があり、ディテクションが頂点でイカ時計回りである。ディテクションレポーティングレスポンス、オンシーン、ケアケアイン、トランジット・トランスファー・2ディフィニティブ・ケア・スター・オブ・ライフはアメリカ合衆国においては 1977年に救急車両について、んつにより、証明商標として商標登録されたが、1997年に権利が消滅している。日本においては、衣類について、1999年に特定、非営利活動法人ウォーターリスクマネジメント協会が商標登録を受けていたが、2013年3月31日に、 株式会社桜井工業へ譲渡された。図形第413万7876号25類。図形第416万724号26類。図形第431万4371号。9類。14類。18類。34類。図形第449万6255号。5類。9類。11類。14類。 36類、41類、章四百432万3922号25類が商標登録されている。また金属製、紙製、木製、竹製、プラスチック製の包装用容器に関して2008年に株式会社 CSP 会長長塩吉之助が商標登録を受けている。ただし、この商標登録はそれぞれの分野に限ったものなので、 救急車両にスター・オブ・ライフのマークを付すことなどにまで、商標権が及ぶことはない。ありがとうございます。